召喚チェック5月12日日曜日配信分です5秒前4 3おはようございます時刻は6時19分 5月12日の日曜日今日もスロバキアワインのマイティーワインの提供でお送りしてまいります天独天小森スタジオから小森さん小森康則でございますさて、えー、昨夜不法が届きました毎日新聞の近藤勝重さんという方 NBS ラジオでは本当におなじみの方 TBS ラジオでも 荒川京慶さんの「デイキャッチですか、えー、こちらの番組で関東の方にもおなじみだった方でございますが79歳で亡くなりました突然の不法でありました私は1988年から7年半にわたりまして「MBS サタデーコネクション乗ってる土曜日小森です」というまだまだ 若手のアナウンサーに冠番組を持たせてもらいまして、まあ、かなり厳しく鍛えられたんですけれどもその時の出演者のお一人が近藤さんでございました昨夜真っ暗なベッドの上でちょっと悲しみこらえながら配信をさせてもらったんですけれども近藤さんのうん何とも言えん、えー 笑顔の時もあるんですけど目の,目の奥が笑ってない、えー、社会を厳しく見る目とそれから姿勢の人たちへの愛情あふれるそのまあ混然一体となったいわゆる This is 新聞記者という方でございました、えー、そしてまたラジオ人といたしましてはこういう人を見つけてくるまあ あ今でいうそのコメンテーターっていうやつなんですけれども肩書きとか見た目とかそういうところで選んでくるんじゃなくてこの人をひょっとしたら面白いんちゃうかというねラジオならではのゆるさの中で確かね諸さんの諸口明さんのイブリングレーダーに出る前坂東英二さんの。 番組の中での週一のあのコメンテーターだったように思うんですけれどまあまあテレビもそうなんですけど特にラジオの場合はこうやってですね本職のしゃべり手ではない和芸がどうのとかではないんだけどそれぞれの専門の分野を持っていて。 その専門の分野を通じての人生観というか人間観というかそれが面白いなっていう人を探してきてでまあまあ1年2年3年やる人もあるんですが結局近藤さんはもう40年ぐらいですね社会部の記者とかをやってらっしゃった頃からまあポツポツと出始めましたけども最終的にずっと書き続けてはいてはったんですけど ラジオの人に見事に同化していった人だなぁと健康川流がずっとね、えー、実はなくなっても書きためた選んだものは実は流れておりまして今日も毎日新聞5月12日の文として近藤流健康川流は出ております。 新生活開かずの箱があと一つ豊中市のあれどこさん新生活開かずの箱があといくつ用はないこだまで帰れ言うといた用はないこだまで帰れ言うといた これが昨日姫路の夢咲川さんからの投稿でございましたカラオケの聴き手の身にもなってみな舞鶴市八幡店さん生い立ちは何度も聞いた定年をよーポンっぽん言うてねえー やってました実は4月末の放送は、まあ、収録ですけれども近藤流健康川柳の「ですね幸せの五七5という番組がございまして水野明子さんと、えー、LINE でつないで、うん、収録をしてはりましたその5月入ってからは体調を崩したという言い方であの出演かなわなかったんですけれども エンビアスラジオのホームページにポッドキャストが出ておりますのでこれであれば過去の放送文もまあ遡って聞けますので近藤さんの声を聞いていただきたいなというふうに思いますそして近藤さんというと実は高倉健さんともご縁がございまして僕を早稲田大学で、えー、学生を教えた時に高倉健さんがこっそり まあこっそり言うても高倉健さん来はったらみんな気づくと思うんですけどその近藤さんの講義を聞きに来てはったっていうんですけどえ高倉健さんとのご縁について書かれた本が亡くなってから出されておりますその日のことを中心に初めに変えてというふうに 書かれた文章これがまあ近藤さんのその口にする言葉とはまた違う本職の新聞記者としてのこう近藤克重というものを表しているなと思うので冒頭の部分だけご紹介をさせていただきますその日のことを中心に「初めに変えて」という「ケンさんからの手紙」っていう本だったと思うんですけど。 高倉がその日は風邪気味で体調が優れず遅くに起き上がるのがやっとの状態でした体が寒いので厚手のシャツの上にダウンベストを着込みましたケンさんが映画「A があなたへ」のロケ中にスタッフ全員に配ったもので映画公開前の対談の際ケンさんから「よろしかったら」 といただいたていましたそのダウンベストの上からさらにブルゾンをまとって寒い寒いとこぼしつつ暑いお茶でもと食卓に座っていた時でしたなり続ける携帯に手を伸ばして出ると高倉クプロモーションの女性の声です「近藤さんでいらっしゃいますね」「はい近藤です」と答えたものの その声に心臓の動機に続いてにわかに喉が渇いていくのを覚えていました直感でしょう悪い知らせではと思いました女性は一呼吸置いて声を押し出すように高倉がと言いかけすぐに絶句したのです 一瞬、おえつする声が聞こえてきました。高倉から近藤さんには早くお伝えするように言われていました。お知らせいたします。高倉は十一月十日午前三時四十九分都内の病院で亡くなりました。絶対に聞きたくない不報とわかりながら。 私の耳は一言も漏らさず聞こうとしていました聞いて胸に差し込むような悲しみを覚えました声を返すのにやや間があったと思います病名は何だったのでしょうか悪性リンパ腫ですリンパ腫良性だということで 投薬の治療をしていたのですが病気についてのやり取りが続きました私のメモには今年四月治療などとあります病気の時期について尋ね書き留めたのでしょうただ女性は言葉を選びつつの受け答えですしいろいろ問えるような雰囲気ではありませんでしたそれに 死に至る状況が分かってからといってその死に納得がいくわけではありません死は死ですその現実に何とも非情なものを感じていたせいでしょうかここに記せるほどの正確なやり取りは覚えていないのです え冒頭2ページ分の高倉健さんの訃報を知った時の近藤さんの心の動きえメモの字はひどい字でね本人が読めないって言ってましたからねええ何書いたかいや年取って分かれへんのじゃなくてねもともと 悪質で昔は新聞記者は手書きで原稿を送ってましたから書いてましたからそれを拾って活字にする人がいてっていう、まあ、そういう時代のパソコンカタカタやっているそんな時代ではない近藤さんえー、本当にお世話になりました、うん、死は死です納得のいく死なんてないわけですけれども。 まあそうですね、年取っていくと、自分のお世話になった人たちが、さっきあっち行ってはりますから、そんな人たちと、多分飲んで、ええ、ってほしいなというふうに思います。今度、勝茂さんの訃報からお伝えをいたしました。 6時30分から31分になろうとしています。では、5月12日の長官チェック、スタートでーす。 見てよしこうてよし,よ,しようこそ天神橋商店街天禄天子森スタジオへこもさん小森康則でございます、まあ、先日は野村敬司さんの訃報もお伝えいたしましたし、えー、どんどん、まあ、お世話になった人たちが亡くなっていくというのは自分が年取っていくというのはそういうことでしょうしいずれまたそちらの方に行くことになるんですねええたびたびお伝えしておりますが 立川談志さんが晩年番組に出てまして、まあ、会いたい人、話したい人はみんなあっちの世界行ってるんで死ぬのが怖くないんだよってまあ言ってはりましたけどもねうん、まあ、なんとなくそんなことも分かるような気もしますし、まあ、かといってこちらは悲願の手前のところにおりますんでねえ、ええー、今日は今日で。 昨日と同じ今日であることが幸せだと思える、まあ、そんな感じですかね今日は母の日でございますええー、朝日新聞を買ってまいりましたが朝日新聞には母の日の広告が出ておりましたすごいですねド <laughs> ーンと出ておりますはい母の日ありがとう5.12 これだけでは何のことか分かりませんね。水と生きるサントリーと書いてありますが、はい僕の大好きなメーカーズマークというはいバーボンがございまして、これの広告なんです。で母の日と書いた上に180度、天地逆にいたしまして、はいこっちが母の日の方ですが、えー こっち、ひっくり返しますと、よいしょ、こっちやな、こうやな。ちなみに、6月16日、忘れないでね。父の日に、世界に一つだけを贈ろう。お父さんのネーム入りラベルが当たる。おいいですね、いいですね。コモさんの茜丸のドラ焼きも、えー、そしてフィギュアもいいですが。 お父さんの名前が入ったラベルのメーカーズマークがもらえる5月19日、来週の日曜日までということですんで、あ、これは、これはええな。はい。こんな広告が出ておりました。そして、えっと、先日、磁気嵐、太陽の活動が非常に活発で、ひょっとすると通信にも影響があるのではということをいち早くお伝えいたしましたが、昨日から今日にかけましては、 日本でもオーロラが見られたとオーロラ照子さんの話ではございませんで、えー、北極圏南極圏で見られるですねその綺麗なオーロラまだ実は僕見たことないんですよはい世界40何カ国は行ってますけれどもまだ、えー、オーロラというのを肉眼で見たことはございませんで YouTube ではもうなんかフェアバンクスとかねもう有名なところの きれいなオーロラの様子が見られておりましたが、低緯度と呼ばれる、まあ、北緯でいうと40度ぐらいぐらいのところでもです、ねえー、見られるとで、北海道や東北、の登半島もそうなんですが、兵庫県でも、兵庫県でも見られたようでありましてね、えー、なんかあの、普通の朝焼けを、いやきれいなオーロラっていう、まあ、そんな写真も。 アップされてていたりしましてまあ、確かに綺麗な朝焼けは綺麗なんですけどで赤く燃えてるんですけどもいやそれは違いますわなというのもありましたがですねえーえー、とまあ太陽から地球までは大体いい8分ぐらいで光はやってくるんですけどえー その磁気嵐を起こすようなやつはもう少し、まあ、あの1日2日3日かけて飛んできますんで太陽の,そのフレアが観測されてですねちょ,ちょっと間があってからこのオーロラなんかが綺麗に出るようであります。11年に 1>, 1, 1回の割合で太陽の黒点活動というのは活発になったりそうでなくなったりこれはまあ何でかよう分からんのですけれども昔からそうなっておりまして今はその極大期を迎えております、えー、無線をやってる人たちはこの太陽の黒点の数というのが気になるわけでありますけれどもねえっ、ー、ともうあさって後日には私騎乗の人となりまして、えー、アメリカへ向かいます。 で当然、太平洋を渡るわけですけれども、ちょうど日付変更線を越えるあたりでは、結構、緯度の高いところへ行きますんで、ひょっとすると、座席、今回、窓際ではないんですけど、非常口のところもありますんで、ひょっとすると、進行方向左側に、オーロラが見られるかもしらんなと。 えー、操縦席で綺麗に見えますから、コモさん、おいでよって言ってね、入れてもらったらえらいことになりますんで、<laughs> えいことになりますんであの、それはできないんですけども、ひょっとす,ひょっとすると、はい。 今の太陽の活動を考えると、き昨日から今日にかけてのオーロラはまあそれはそれで一つあるとしてですね、ひょっとするとアメリカへ着いたときに、こんな綺麗なの見られましたよというお知らせができるかもしれませんね。そして本日でございますが、私はアメリカではなく、スマーデラに参ります。お天気ちょっと心配なんですけれども えー、山陽電車のスマデ寺の駅からもう歩いて10分ほどのところ5分あれば行きますかね、はい、北へ上がって行っていただきますとスマデ寺がございます副住職の小池洋人さんとのご縁がございまして対談をさせていただいたりしてるんですが今日スマデ寺のお祭りがございまして、えー、おちごさんなんかの行列もあるようでありますけれども、えー、小武さんえー、っと スマデランのちょっと手前のところまあ広い意味では境内なんですけどもあのそのそこでですね、えー、この配信機材を持ってまいりましておばあちゃんと話そうという坂東栄治さんの往年の名番組がございましたもう番組は終わってしまいまして私もピンチヒッターを一度やらせてもらったんですけど えまあそれは電話をかけてのおばあちゃんとの会話を楽しむっていう番組コーナーだったんですが、え YouTube でやってみようというので、その辺にいるおばあちゃんに声をかけ、おじいちゃんでもいいんですけどね、はい、あの、あくまで便宜上おばあちゃんと話そうというタイトルになっておりますけども、おばあちゃんおじいちゃんに声をかけて、で、横に座っていただいて、あれやこれやと懐かしい話を聞いていくというのを、えライブで、 目の前にいる人と、それから、あの、うん、YouTube を通じてですね、全世界の皆さんに、その辺のおじいちゃん、おばあちゃんと、えー、このおっさんがどんな話ができるのかというのをやらせてもらいます。もし、お近くにお住まいの方いらっしゃいましたら、スマデラにお越しくださいませ。 えー、8時には私ここを出ましてこれ片付けて荷物に入れて、えー、会社の車で参りますのであのお昼前ぐらいから断続的にやりますので、えー、どうぞお越しくださいませお待ちしておりますさあ朝日新聞を手に取っておりますのででは今日も朝刊をチェックしてまいりましょう最初はこちらでございます カスタマーハラスメント、従業員保護、義務化へという見出しがついております。カスハラと呼ばれるものでございますね。お客様は神様ですというのは、まあ、意味をちょっと取り付け替えたらあかんのですけれども、日本では高い顧客満足度、えー、そのサービスがですね、えー、まあ、諸外国に比べますと、 お客さん本位で、えー、なっている。ただ、それを履き違えたとんでもないやつが、まあ、れは昔からおりまして。で、今、SNS でいろんなものが発信できます。うーん、そうですね。えー、ひどいサービス業としてはとんでもないっていう場合も中にはありますし、それはお客さんの方がおかしいやろうという。 まあお客さんの方のおかしなことっていうのをお店の側、会社の側がなかなか公表しづらいところではありますけれどもまあ簡単にスマホで動画に撮って音声も含めて晒してしまいますととんでもないことっていうのがあるわけですね。で、ひどいそういうハラスメントを受けて従業員がメンタルやられてしまうということもあります。朝日新聞 顧客が理不尽な要求をするカスタマーハラスメントが社会問題化する中厚生労働省は労働施策総合推進法を改正し従業員を守る対策を企業に義務付ける検討に入りましたなるほどこの法律は2019年の改正で職場のパワハラ防止策を企業に義務化しております 従業員の相談に応じて適切に対応する体制を整備する義務を課しております。罰則規定はまあないんですけれどもね、国民の理解を深めるため、国の啓発活動なども明記しております。厚生労働省は今回、この法律にカスハラ、カスタマーハラスメント防止策を追加する改正を検討しております。企業に同じような義務を課すなどして、従業員の保護を図ろうと。 具体的には対応マニュアルの策定や相談窓口の設置などが想定されるということでまあまたこれでコンサルの仕事が一つ増えんのかなとまあ要は常識常識を書くまあこれはまあサービスする側もされる側もそうなんですけどね常識 ですまない人がまあまあ昔からさおりましたわなそらねえ。えー、特に今まあまあマスの世界で仕事をしておりますと言ったってね例えば私が一人喋ることについて、えー、今この YouTube でも何千人とか何万人ということになるわけですけれど。 これがね、放送やったら何万何十万何百万何千万っていう人が相手になりますんで、その一人一人にきっちり向き合えるかっていうと、向き合ったら当たり前やみたいなことを言ってくる人なんかもカスタマーハラスメントの予備軍なのかもしれませんね。どうして私の質問に答えないんだって、いやいや、それは申し訳ないですけど、それはまあ、常識的に考えていただければと思うんですけど、まあ、 そういうことをですね、私に特別なことをと期待する人、まあ、もう、やからと呼ばんでもいいのかもしれません。で、まあ、そういう目は誰、誰しもが持っているわけでありまして、うん、ある意味、長谷川学議員なんかに対応してた。 あ北海道庁の職員さん、札幌市役所の人たち、えー、なんか、同、うん、議会議員とか市議会議員とかもやられてたみたいですけどもね、えー、あの人なんかにいかにしてこうハラスメントをするかっていうのを、えー、やらしたらどうですかね、皮肉なもんですけどね。 やる側の気持ちがわかるということで、ハラスメントする側の気持ちがわかるんだから、あんたが中に入って、ええー、やったらどうですか。えー、JR 東日本でしたかね、つい先日も長官チェックで取り上げましたけど、もうこれ以上のことはしませんよと。ね、うちらも社員があっての仕事なんで、えー、それに対して、度を超えたようなことをしてきましたら、 まさに法的手段を取りますよと、そんなもんお客さんでも何でもないですよということを毅然という、うん、えー、昨日お話ししましたけど、車掌さんが2人おんのに1人しか仕事してへんやないかとかっていうようなことも、ある,ある意味のカスタマーハラスメントなのかもしれませんね。だからまあ、あのー、まあその、従業員を守ることを義務化しましょうなんていうのも、 これもまあ変な話、おかしな話でありましてね、会社が従業員を守らんで誰が守んねんっていう話ですから、それは、会社はね、社員あってのもんなんで、えーまあもう、仕組み上は株主のもんかもしれませんけれど株主は別に、株権を持ってるだけの話でありまして、うん、その株権だって別に紙になってるわけではないわけで、書面上だけの数字だけの話ですからね。 会社が従業員を守らんでどうすんねんっちゅう話ですけれどもうんなんというかまあこういう義務化するとかルールを作るとかっていうこととはまた違って学校の先生には学校の先生にはご負担かと思いますがやらなあかんこといっぱいあって大変かと思いますんで、えー、学校の先生だけじゃなくて我々のような部外者も ご協力いたしますんで、あのその常識っていうやつですか、えー、常識っていうものがこういうところにあるんだよっていうことを、その国のために命を捨てることがあ、えー、道徳的であるというような河村市長のような意味ではなくって、常識っていうのはこういうところにあるんだよという大人のたしなみっていうやつですか。 YouTube のたしなみもありますし、チャットのたしなみもありますし、コメントのたしなみもあると思うんですけど、えガ、ー、ーって言うてくるやつらいますからね、えー、この、このチャンネル、このチャンネルは本当に、あの、全何々女の集まりなんですこのチャンネルでも、まあ、いるんでね、えー、それは常識から外れてるんですよと、うん、あなた、それは行き過ぎてますよということを、まあ、 学校出るまでに、もうね、もう、おっさん、おばあになったら、もう変わんないですからね、なかなかね。えー、で、そんなんと向き合うのは、もう、パワーいるんでね、無駄なパワーがいるんでね、えー、そうならん人間にしてから、社会へ出してほしいなぁと思ったりいたします。はい えー、お客様は決してまあ神様というわけではございません。まあある意味対等で。でもまあそれはサービスはサービスなんですけどもね。えー、朝日新聞の一面トップカ,ラスカスタマーハラスメント対策。実際やられた人は大変だと思いますんで、笑い事ではないだろうということだとは思いますけれども。時刻は6時48分になろうとしています。えー、この他 結で新聞から気になる記事はですねえー、っとウクライナにロシアが新たな地上戦を仕掛けているという話ですウクライナ北東部ハルキウ州との国境沿いで新たな地上作戦にロシア軍が踏み切っております越境をしましてウクライナ側の集落を攻撃 11日もウクライナ領土内で攻防が続いている模様である、今後、戦線が拡大する恐れがあるということです、まあ。ロシアから言わせると、ロシアの領内を攻めてこられないようにということもあってですね、でまあ、僕は、まあ、この戦争は、えー、ロシアが悪いという、まあ、前提で思ってはおりますが、 まあ戦争始まった当初からですね、それは要はものの見方っていうのは、こっちから見る見方もありやあっちから見る見方もあるので、戦争なんてまさしくそうですよね、自分らがやられるからやるんだと、やられたからやり返すんだと、倍返しだとで。でもそのお お金がない砲弾がない支援してくれまあ支援してくれと言われる方ももう今疲れているニュースとしてももう賞味期限は遠に過ぎてしまっているというまあこの現状ウクライナの国内の問題は国内の問題としてあるというところで、えー、まあ報じられる量も少なくなっているんですけれど要はまあ今日言いたいのは えー、こっちから見る見方とあっちから見る見方があるという、まあ、実に当たり前の話ですねで今、えー、軍事面としてはロシアが攻め入っているという状況にあるという話6時50分になりますそして、えっと、パレスチナの話でございますイスララエルがラファエの 攻撃をしているとガザ地区への攻撃をまだやめていないという中で朝日新聞は海外面にこのような記事を載せております停戦交渉安証人道危機深刻にもううずっとそなんずっとそうなんです。ずっとそうなんです ずっとそうでもう,もう希望だとか夢だとか言ってる場合じゃないという話がずっと続いている、そのずっと続いていることに我々も麻痺してしまっている状況なんですけれど、えー、パレスチナの非拘束力はありません、また拒否権を持つアメリカは早くも反対を表明しているということです。 実は先ほどのウクライナの問題については、ロシアというのは、まあ、敵対する側やというふうに、まあ、日本の国は、西側は思っているわけで、私もそう思っているんですが、この決議に対しましては、日本も中国もロシアも賛成をしております。賛成が143カ国、25カ国が棄権しました。 16か国は投票に参加せずでイスラエルはもちろんなんですがアメリカなど9か国が反対をしておりますでこの一連の流れの中でですね、えー、イスラエルの国連大使が国連憲章をですね、えー、ビリビリと、うん、破ったとシュレッダーにかけたとこう ちっこいやつですよ。あのでかい機械ではなくって、はい手で持てるようなシュレッダーで国連憲章を細かく切ってしまいました。国連の基本文書であります国連憲章、国際の平和と安全を維持するというような国連の設立の意義をそこに書いてあるんですけれども、イスラエルのエルダン国連 大使は投票に先駆けた演説で,ですね決議案への投票に向けたえに先駆けた演説で、あなたたちは現代のナチズムに国連を解放してしまったのであると、ハマスという将来のテロ国家に特権を与えようとしている、これがまあイスラエルの立場なんですね。で、携帯用のシュレッダーを持ち出して、国連憲章の表紙を切り刻みました。恥を知れ どっかの自民党の女性議員のように吐き捨てるように言って、男女を後にしたということであります。まあまあこういうパフォーマンスはこれまでにも国連の歴史の中にありましたよと冷静に見る向きもありますし、えー、そしてうん副,副報道官白さんという副報道官、えー、個別の言動にはコメントしないとしながらもですね。 こういったまあ時代がかった、そういうプロモーションというか、プレゼンテーションはありましたと、しかし、ここにありますよと、国連憲章の冊子を手に取ってですね、この理想は無傷であると、たとえイスラエルの国連大使が傷つけて、シュレーターにかけたとしても、このよう理想は無傷であると、国連というこの組織が存在する限り、国連憲章は存在し続けるのだというふうに言っております。で、アメリカは反対しています。 アメリカはパレスチナの国連加盟に反対をしております。日本はアメリカと共にある。アメリカについていきます。もう最高のポチとなります。と言っております。まあ、この件についてはアメリカと違う投票行動をしてはいるんですけれども、まあ、必ずしもアメリカが多数派ではないただまあまあアメリカと正面切って戦争して勝てる国はないわけでありますけれども ただ、ああ、こっちから見るのとこっちから見るのとあるなあというのは常に思っとかなあかんという、そんなふうに思います。そして、もう一つ、大きく取り上げられていなかったんですが、時刻は6時55分になろうとしています、拉致被害者の家族たちがまた今年も集まりましたと。 NHK の昨日のニュースが報じております北朝鮮に拉致された被害者の家族が都内で大規模な集会を開きました家族の高齢化が進む中残された時間はないとして親の世代が生きているうちにすべての被害者の帰国が実現するよう政府の取り組みと北朝鮮の決断を求めましたと岸田総理大臣も行きました800人が参加ということなんですね でここから言うことは、えー、危機用によっては炎上すするようなこととを言うんだと思います要は僕が今から言うのは、先ほどのウクライナの問題、パレスチナの問題、えー、そして対北朝鮮の問題を一方から見るだけじゃなくって、 反対側からも見ましょうというその意味でのお話でございます行き過ぎた表現があろうかと思いますがその両方の見方をが必要だという意味で捉えてください一方だけではやっぱり何も進まないんですねで800人参加って言ってそれだけ聞くとそして壇上に上がっている壇上の人たちのメンツ の有名人ぶりとかまあ横田さんのお母さんのね、えー、顔とかそういうのを見るとああまた今年もやってはんねんなというふうに思うんですが実は引きの絵で見ると会場は空席がいっぱいありましたまあその出席者に合わせた会場を選べやっていうことなのかもしれませんけれど 勇ましい言葉とかが出ているほど実は会場熱気に包まれているという感じではない空席が目立っておりましたそしてそうですねまあ、うん、年に何回かこのニュースを聞いて切り取られた言葉を聞くとああなるほどうん 頑張ってはん,ねんなといやもちろん家族の思いはありますよ家族の思いは当然なんですけれどその立場のある人たち政治家とかが来て喋ってはる部分の一部を切り取っているとあ頑張ってこの人ら動いてはんねんなと思いますけど結局何も動いてないわけですよね。えー、今、まあ、何人かもちろん もうだいぶ前ですが帰っては来てはるんですけれども新たに帰ってくるっていうことは考えにくい状況が続いていて国民の無関心も広がっていてでこのニュースだけを見るとなんかさも動いている感に見えるようなニュースに仕立て上げられてるんですけど出席者の数がまあ全体として減ってるのかどうかをちょっと私は見てないですけれどただ 空席がありました結構で、絶対言わないですけど、絶対みんな言わないんですが、もう亡くなってはりますよと、いや、まあまあ、北朝鮮はそう言ってるわけですね、もう死んでますと、で、いや、そんなことはないと、目撃証言もあるということで、もちろん家族の立場からしたら、そんなもんもう死んではりますよなんていうようなことは、口が裂けても誰も言えない、それは分かります、そのことは分かっていますが。 ただ、まあ、国内でも家族がどんどんと高齢化して、えー、亡くなっていっている中で,です、ね、拉致された人たちも年取って生きはりますから本当に生きてはるのかどうなのかは分からないというところで何が言いたいかというと本気で取り戻すんやったらどうせなあかんのかっていう話ですす、えー、取り戻すんだとシュプレヒコールを挙げてさあ頑張ってるぞというそのニュースにはなるんです。NHK も 新聞も、こうやって拉致被害者の家族が声を上げて、そしてそれをサポートする岸田総理大臣をはじめとする、直接の交渉も辞さないというふうに、ニューズウィークのインタビューでも岸田さんは答えていましたね、しかし、何も動いていない、交渉の詳細については相手のあることなので何も言えない、それはそうなんですけど、そうなんですけど、本気で。 本気で取り返そうとしたら、実力行使を持って、自衛隊が、あるいは米軍の協力を得て、うん、えー、北朝鮮の領内からですね、えー、もう強引に連れ帰ってくるっていうのは、まあその、えー、現実的かどうかで言うと非現実的ですけど、それは一つはありますわね。で、そうでない場合、結局、交渉をして、交渉をして、 返してもらううということですよ、ね、でこの交渉するってことはどういうことかっていうともちろんその極悪非道なその、ね、何の責任もない人たちを海岸沿いであるいは海外で引っ張っていった国家ですからそれ許されへんのですけれどもそんなところに、まあ、拉致されたままになっているわけなんでとなると。 これはもう誘拐犯と交渉をする、誘拐犯なんてとんでもないやつらやから射殺してしまえばええねんやって言うて、それで誘拐された人が無事に戻るとは思えないので、そこでやっぱり誘拐犯と交渉をしないとあかんわけですね。で交渉をするということは、相手の言い分も聞くっていうことですよね。 そうなんですよだから僕が、そのべきというのが嫌いなのは、そは返すべきなんですよ返す、返すべきなんですけど、返してもらうべきなんですが、べきべきって言って、声高に何か言ってたって、何にも変われへんのんちゃうのんというのが、僕のそのべきの嫌いなところなんですね。北朝鮮の言い分も聞かへんことには交渉できない。 そして日本が、日本の側で報道されていることがどういうことかというと、それは北朝鮮がこんな国連の制裁があるにもかかわらず、国民の生活をです、ね、犠牲にして、核開発に、えー、ミサイル開発にこんなに金つ使って、えー、やっとるとで、違法な取引もしとるというニュースばっかりですよね、いや、そうなんですよ、そうなんですけど。 向こうが何を言ってるかというとそり日本を日の海にするっていうのはもともと日本にあるアメリカ軍基地とかはそうだと、うん、日本はねアメリカの植民地ですからうただ結局米軍と、えー、自衛隊が共同で日本海とかで演習をしている。その,そのことは、まあ いいこと,として伝えら日本の側では、日本の側では、それは当然の話なんですが、北朝鮮がひどい国やから、それに対抗するために日本はアメリカと手を組んで共同訓練をしているというふうにしか NHK は伝えないですから、しかし向こうから見たらどうなるかとっ,ったら、自分の国を滅ぼすためにアメリカと日本は手を組んで強烈な 軍事力で圧力かけけてててきるると思ってるわけですよね少なくとも彼らはそう思ってるわけなんで、そんな国と交渉しようと思ったって、結局、交渉は進まないわけですよね。北方領土がなぜ返ってこないのかって言ったら、そりゃ、日本は主権国家ですと高市さんさん言ってはりましたけれど、でも、北方領土が日本に返ってきたら、日本のとアメリカの仕組み上、 約束上、どこにもどこにでも米軍の基地は置けるわけなので、北方領土を返したら、米軍の基地をそこに作るっていうことを、日本は止めませんと、止めることはできないんですって堂々と言ってるわけで、返せ北方領土ってなんぼ言ったかて、ええ、経済制裁をいくらしたからといって、返ってくるはずがないわけですよね。それはロシアからしたら、それは不法に占拠してるんですけど、 日本からしたら取られたままになって返してもらってないんですけど、日本とアメリカの関係性でいうと、ね、ソ連が、ロシアが日本に北方領土を返してしまったら、そこに米軍基地を置くことを何ら止めることできませんよと堂々と言ってるんで、それはロシアは返してくれないでしょうという話なんですよね。ということは結局、本気で、本気で北方領土を返せなんて日本政府は思ってないということだし、 本気で拉致被害者を日本に返そうなんて思ってないということですよ。もう早し、もうもうじきみんな死に張りを明すはなぁと、肉親は。言いませんよ、絶対言いませんけれど、言わないけれども、そう思ってるんちゃうのっていう話です。えつまり、ものの見方が、あーに日本で NHK が報じている。 ニュースの見方だけを繰り返していても、実質的に、実質的に、えー、北朝鮮から拉致被害者は帰ってこないし、帰ってこない悲しみを家族はずっと抱えているし、そういう政府と一緒になって返せということを、まあ昨日もそういう会合は開かれたけど、国民の関心はどんどん薄れてきていて、会場は空席が目立っているっていう。 この状況であるっていうでそのことがちゃんと伝えられていないなっていうところが私がニュースを見て聞いてしてて、えー、あの不思議に思ってるところです。かといってじゃあじゃあお前が、えー、北方領土を戻すために拉致被害者を戻すためにじゃあお前やたどうすんねんって言われてもそれは何も何何の なんの実力もないんですけど、まあ、少なくともしかしニュースの見方としてニュースの受け手としての我々が、えー、政府の言っている NHK が報じている、えー、世の中こんなもんなんだぞとロシアは悪い国なんだぞと北朝鮮は悪の帝国なんだぞっていうことをだけを聞いてそうだなあと思ってたって北方領土も、えー、拉致被害者も帰ってきませんわなと。 いうものの見方だけはしとかなあかんなというふうに思うわけであります。そうなんです。悲しいんです。悲しいんですけどね。えー、7時6分。えー、っと、国内の政治の問題について、朝日新聞の佐藤というおっさんが、 えー、序波球というところで、ですね社説の下のところに顔写真入りで、派閥禁止の探慮と危うさというコラムを書いております。結論から申し上げますと、こういう政治部の、政治ごろの記者たちが、 読売新聞にしても朝日新聞にしてもそれぞれ立ってる場所は違うんですけれど日本の政治を悪いままにしているなというふうに思いますのでこの政治社説担当の佐藤という記者この記者は派閥がなくなると岸田総理がその場の人気取りで派閥をなくすって言ってしまってそれが大きな議論もないまま自民党の大会でも 認められてしまったとえかつて下アした時にもっともっといろんな意見が飛び交ってたのと比べるとこのままいくと、えー、派閥の機能があ崩壊をしてですねで官邸がより力を持ってしまう異論を差し挟むということのできない政治でいいのかということを書いてるんですまあ言ってることは分かります言ってることはわかるんですけど 自民党が万弱基基盤石の地盤を築いてきた衆議院島根一区の補欠選挙で完敗。岸田政権の裏金問題への対応に脳が突きつけられたのは当然だが、これまでのように派閥を挙げた選挙体制が組めなかったことも敗因に違いないと。間違いないと言っております。自民党では1月の岸田総理による突然の岸田派の解散宣言以降、6つの派閥のあ 中で麻生派派をを除く5つの派閥が解散を表明しましまた。すでに赤日の力がなくなっていたとはいえかつて派閥の連合体と言われ派閥が党運営の中心にあったことを思えば当面の批判をかわすためのポーズではないかという疑いは消えていない、まあ、それは私もそう思います実際党の存立にも関わる事態だというのに深い議論がなされた形跡はうかがえない3月の自民党大会でも 派閥を資金力と人事への影響力を持つ組織と位置づけその禁止を質疑なしシャンシャンとあっさり決めてしまいましたこれはどうかということを言っています曲がりなりにも党や政府の方針を多元的な視点から吟味し緊張感を生んできた自民党政治の名脈はこれで保てるのだろうかと誤った政策を正し暴走を止められるんだろうか 鍋常さんの名前まで出しておりますうん。えー、派閥やっぱりそれはそれで必要なんだということ派閥の弊害をなくすのは当然のことされどけんけんがくがくの議論ができなくなった組織から行き詰まりを打破する新しいビジョンや政策が生まれることも期待できないというふうに彼は書いております言ってることはよくわかります言ってることは私の知的レベルでもよくわかりますが あんたらみたいな政治家にくっついて、誰それの偉い人が、今、今、今、この人に風が吹いている、この人がより力を持っている、そこには、金の問題も、人事の問題も、嫌がらせも、男の男に対する嫉妬も、男の女に対する嫉妬も、男社会の中で、会社の中にもあり、そして自民党の中にもあり、政治家の中にある。 そういったところの話をいいひひと言いながら幼稚園さけをして熱心にメモをデスクに送りこの人が今力あるでこの人がこの人のことを嫌ってるでみたいな政局報道をずっとしてきたのがこういうやつらですわいやこの人がどう何をしたか知りませんけどこういうやつらですわでこういういらが 自民党と同じように変わろうとしていないというところが僕は大きな問題だと思っておりますので、派閥の弊害と、派閥をこんな簡単になくしてしまっていいのか、議員を育てる上で、若手を育てていくために、週に1回、みんなで飯食って昼飯食いながら話をする、そこで目ぇかけてもらうっていうようなことがまあわ、わかります、分かりますよ、分かってますけども、分かってますけれども、しかし、 君たちが、自民党がひど,ひどいことをずっとやってきたように、君たち政治部の記者が、ひどい報道を、忖度報道、忖度っていうのはそんな単純なものじゃなくて、えー、自分たちの社内の出世のためとか、あ単なる噂してたのよっていう、そういう話で、この人がこの人の悪口言ってますねとか、 ご中心、ご中心、ととのとのとのって言うて、先生、先生言うて、こいつがこんな悪口言ってましたで、言うて、そんなことをやってることが、ちゃんとした政治になってない、そんなところにお前らにも金回ってたやろと、タクシーチケットもらってたのか、フランス料理食べさせてもらったのか知りませんが、そんなことももう今、先国みんなお見通しなんで、君たちも政治部の記者たちも変わろうとしないで、人のことばっかり言っててええんですかという。 格好の悪いコラムだなというふうに思いました。時刻は7時12分。うん。だからそのものの見方っていうのは本当に180度違うことがあるわけでして。昨今のニュースでいうとその消失体で見つかった夫婦と義理の息子の話が。 もう本当に僕はもう全く関心がないので、えー、誰が指示役で、誰が仲介役で、誰がなんとか役でって、本当にねえ、ようわからんですよね、そんなんまあ、別にいやもちろん人が2人殺されてるんで、どうでもいいというわけにはいきませんけれども、その犯罪の構図がどうであったかっていうことを知ったとての話なんで。 そんなマンパワーとそんな放送時間があるならば、もっと大事なことをやってくれと私は思うのですけれど、もう一つ、おそらく多く取り上げられているであろうのが、キャバクラジが自分で見せ持って25歳の女の子が亡くなったと殺されたと、51歳の男が逮捕されたと、1000万を超える金が巻き上げられてたと、で、それは、 えー、客として使った金なのか貸した金なのかとかまあまあそのねあ,ああいうそのもうなんか CG で作ったような、えー、顔が綺麗だとかっていう感覚がもう,もう,もう僕にはないんで亡くなった人を冒涜するつもりはないんですけどあのもうああいう TikTok とかなんかの動画を見ていても。 あこ,れこ,れこれをこれ麗だという感覚がまあまあ僕にはないんですけどで、えっと、その女の子がひどいんやっていうのとそれは男がアホやねんひどいねん、まあ、もちろんあの人を殺してますんでその意味で殺したやつがあかんっていうのはもうそれは議論を待たないところなんですけども、えー、しかしその水商売のこの側もそうだっていう意見が一方でわーっとあるね で一方あの男がバカなんだっていうことを言う人がいる、まあ、これも、まあ、そのニュースの賞味期限が切れるまでの間の話なんだと思うんですけどね、えー、この事件がどこまで世間の関心を得ているかっていうところで、まあ、この話をすれば、まあ、再生数は稼げるのかもしれませんがまあ人それこそ殺されてる話なのでそこは。 あのまあ、こっちの考えもあるよという話はしましたし、まあ、警察の問題はもちろんあるかとは思うんですけどね警察の動きがどうだっていうようなことは警察署しておかないとあかんことだとは思いますが、まあ、要はこっ,ちこっちの考えとこっちの考えがある、まあ、それをやいのやいの言うのはどうなんかなとまあ僕は思っててでただまあおっさんの側僕はおっさんなんでね僕はおっさんなんでおっさんの側が そんな若い子から「えー、真剣に好きです」なんて言ってもらえるはずないのにでしかも水商売のお店で行って「うんね行ってて本気にするっていうのはどうなん?」と言われたらなんかもちろんこの事件と直接は関係ないんですけど おっさんという存在がバカにされているようでしかしまあそういうなんていうか、えー、スケベ心というかあ体はついてこなくてもスケベ心だけは持っているっていう自分に気がついていたりとまあまあ僕は、まあ、あ,あの手のあの手の女性を見てえー、萌えとはならないんでうんですけれどもただまあ若い子をねええー、が もしねえしなだれかかってきたらそれはドキドキするおっさんのスケベ心もありますわな,なんかまあそ,そんなところがなんか疲れてるようでなんかこうつらかったり腹立ったりする部分があるんですけど一方で逆の事件もあってえー、えー、っとこれはですね栃木県警は 31歳の元交際相手の男性を包丁で刺したとして、殺人未遂なんですけどね、殺人未遂で殺されてはいないんですが、殺人未遂の疑いで、64歳の無職の女を逮捕しました。実名報道されてますが、共同通信。おととい10日の午前7時ごろ、31歳の男性が住む栃木県内のアパートで、男性の右の胸を、 この女が包丁で刺した疑いです。で、1日経ってるんですけどね、これ、わからないんですけど、10日の午前7時ごろに刺されたということを、11日の午前7時45分ごろ、119番通報してるんです。もう本当に意味がわからないんですが、10日の午前7時ごろに右の胸を刺された31歳の男性が、昔付き合っていた。 昔ってでもそんなに前の話じゃないと思うんですが元交際相手64歳の女に刺されたとして1日たったところで119番通報しました男性は重傷なんだそうです栃木県警は女の説明に基づきアパートの屋外にあるゴミ捨て場から包丁を発見して詳しい経緯を調べている詳しい経緯調べてくださいね意味がちょっとわからないんでということは おっさんだけがおっさんが若いお姉ちゃんに、まあ、たぶらかされたのかたぶらかしたのか分かりませんがっていう話だけじゃなくて十分におばはんが僕より年上ですからおばはんと言わせてください64歳の女が付き合っていた31歳の男性を刺すっていう話なんであの年齢で言うと 逆もあんねんなというわからんねわからんもう本当に近くて時は男女の中で何があってどうなのか全くわからないんですけれどもねうーん時刻は7時19分ですさてさて皆さん えー、近藤さんの訃報でちょっと、うん、動揺をしている小野さんでございますが近藤勝重さん、えー、健康川柳ですので健康についてのお話をいくつかピックアップしてみておりましたのでここでご紹介をさせていただきます、まあ、川柳をひねるのも健康だとね世の中に関心を持って ボケなようにしてでちょっとひとひねりするところで頭も使いましょうというのが健康戦流なんだと思うんですが、えー、心の健康スポーツイベントを観戦することは人が幸せな気持ちになるという分析結果が出ましたスポーツを見ているお客さんの脳内頭の中で 快楽ホルモンが出ることが科学的に証明されているんだそうです。特段熱心にはい、えー、どっかのチームのファンになったりサポーターになってユニフォームを着たりしなくてもいいそうですよ。サッカーやラグビーなどの試合で大勢の観客とゲームを楽しむことで個人にコミュニティや所属の感覚が生まれ満足感を得るんだそうでございます。 早稲田大学の佐藤慎太郎准教授2万人以上を対象に調査を行いましたスポーツファンはそうでない人に比べメンタルヘルスが良い評価となりますへえあのー、去年までここでメッセンジャーの黒田智さんタモさんとタモさんコモさんコモさんタモさんで ずっと週に1回おお話をししておりました。その中でタモさんが「なんでコモさんらみんな野球そんなに好きなんて?」って自分がやってるのでもないのに人がやってるスポーツになんでそんなに肩入れすんのようわからんって言われてそんなん言われることが不思議だったんで「うん、ええ」と思ってましたけどえータモさんよりもコモさんの方が メンタル的に満足感を得ているんだそうです。半信半信。いや、違う。ちょっと待った。昨日のゲームは、昨日のゲームは満足してないぞ。えー、7点差あったのにひっくり返されて、ええー、ええー、いう負け方でしたけどね。 スポーツイベントの動画を見ると人の脳の報酬系の中心を担う箇所が非常に活発化することが MRI の診断で分かっているそうであります。へー報酬回路の脳の活動が増加することはこ幸福や快楽の感情と解釈することが可能。今回のの結果は、人気のスポーツを見ることで、 ウェルビーイングが改善される可能性について重要な見識を与えてくれます。その関係性は毎日スポーツを見ることで強化される可能性があり、1日にスポーツを見る時間が長いほど、その人のウェルビーイングへの影響も顕著になっていく見込みもあると。ということは、野球はクソ長いと、サッカーみたいに90分で終われへんと、アディショナルタイムがあったってだいたい終わりの時間分かっとると、野球は9回まで行くのでも、 長い長い3時間超えて、そこからさらに延長戦とかで、こんな長いからもうオアコンなんやって言われてますが、人を幸せにするという意味では、だらだらと長い試合もいいということですかようわからんな、これ。よろずニュースが書いておりますけれども、阪神ファンの皆さん、昨日だいぶイライラしたと思いますんで、まあまあ、前半、 イライラしてなかったんですけどね、前半は <laughs>。おお、この風で、風も味方してくれるな、いや打てるやん、え満塁ホームラン思ってたんですけど、えー、途中から全然点が入らんようになって、これ、やばいんちゃうかと思ってたら、案の定、やばいところで、筒子にも打たれるわ、牧にもまた打たれるわ、なんかいつ行っても d n a の試合見に行ったら、見てたら、牧に打たれとるんですけどね。 一方、いつ見ても大山や佐藤は打たないんですけどね、まあ、はあまあ、スポーツ観戦は人を幸せにすると信じてみましょう。はい、7時24分。<music> えっと、まあ、私、別にあの睡眠が短いわけではなくて。 子どもの頃から寝る子は育つで寝るのが大好きでしたしただまあまあ朝の番組を初めて毎朝2時半に起きるとお酒飲んでも1時までにでやめて1時半からに寝たら1時間は寝られるでっていうまあ生活をしておりましたのでえー体調もねそそら悪くなるわと思うんですがノーベル賞 候補となっている研究者に聞きました、えー、っと筑波大学の睡眠研究の第一人者柳沢教授今睡眠の研究で最もノーベル賞に近いというふうにされているんだそうですよ筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構の機構長 だんだそうです59歳、えー、頑固な不眠症に不眠に悩まされてきている記者が聞きましたと。ん <laughs> えー、この人がですね脳波つまりね寝てるっていうことはすごく主観的ですよね。いやーよう寝たとか。<laughs> <laughs> あまりごちす寝られなんかったなとか、そんなんはから見てて分かりませんからね、まあ、それはもちろん、いびきかいてたとか、そんなんであ、なんかうなされてたでとかいうのはあったにしても、いやいや、よう寝てたよと、もうなんかもうすっきりしたわって言われたら、そんなもんなんですが、脳波ウウを見ますと、ちゃんと寝てるかどうかが分かるんだそうです。でこの不眠に悩まされていた記者が 2日かけて脳波ウウを測りました1日目8時間眠ってましたが間に中途覚醒というのが2時間近くありました2日目9時間今日寝ていましたがやはり中途覚醒が1時間ほどありましたうーんこの脳波ウウはあまりよくありませんね点のような中途覚醒がたくさんありますしまどろみのレベルの睡眠が多い代わりに 一番深い睡眠がほとんど出てないですね。これはあなた、ぐっすり寝たことにはなってないですよ。8時間、9時間寝てても、ぐっすり寝たことになってないんですって。えー、ノウ脳波を取ってみると、その人の睡眠がどうであるかがはっきり分かります。3時間しか眠れないんだと訴えている不眠症の患者さんの脳波ウウを測ったら、いや、あんた八8時間寝てますぜと。<laughs> そんなこともあるんですって。 睡眠誤認、誤った認識、こういったギャップですね。いや、ぐっすり寝たって言っても、あんまり寝てませんよっていう、自分がそう思ってるのと、実際、脳波を見て分かること。いや、全然眠れないんです。いや、あんためっちゃ寝てますやんかと。3時間しか寝てないんです。いや、もう8時間脳波寝てますよっていう、<laughs> 見える化できるんだそうですね。ええ。この柳沢教授。 睡眠をコントロールすることに関わる神経伝達物質オレキシンというカタカナでオレキシンという物質を発見いたしました、まあ、それがきっかけで新しい睡眠薬が作られたそうであります、えー、薬作るのは作る方なんで発見したからといってパテント料が入ってくるわけではないそうなんですけれどもででですね この言ってあることで一番面白いなと思ったのは、いや、私はショートスリーパーですと、短い睡眠で大丈夫ですっていう人がいますよねと、それはまれに、まれにですね、本当にショートスリーパーっていう人もいるんだそうです。いるんだそうですが、それはもう本当にまれなパターンであって、私は短い睡眠で大丈夫なんですって言ってる人の99%は、 単なる睡眠不足ですよって言ってあります <laughs>。あのー、僕も一回言われたことあります。マスコミの人はねと、僕はもうどこででも寝られるんですって、えー、短い睡眠でも大丈夫なんですって、自慢しはりますでしょうって、あれアホですよって言われましたからね、綺麗な女医さんだったんですけどね、えーうん、怒られました。小森さん、ちゃんと寝なさいよと、寝へんかった飽きませんよと。 短時間睡眠でええって言っているのはどこでで,も寝られどこででも寝られるっていう自慢話をする人はそれは体が悲鳴を上げてるっていうことですよって言われました俺はもうどこでも寝られんねんもうちょっと隙間があったらもう椅子に座ってでも寝られんねんそれは体が悲鳴を上げてるっていうことですからちゃんと寝てくださいって言われましたね、えー <laughs> あのまあ、その先生にもう一つ言われたことで時々引用しておりますが「小メさんあの、人間、ハゲでは死にませんけど豚では死にますから」って言われましたね。<laughs> もう綺麗な先生だったんですけどね、もうどもうはっきり物言い張りましたからね短いおき合いだったんですが転勤で。えー、小メさん、ハゲでは死にませんけど豚では死にますからって言われました。うん、はい先生、覚えときます。 でまあ、まあその眠気の話なんですが、結局どこでも寝られるというのは、まあ、体が悲鳴を上げているということで、ショートスリーパーでも大丈夫という人は、実は単なる寝不足ですと。で人間は一晩徹夜すると、翌日のパフォーマンスはもうガタ落ちですと、まあ、どうしても背中の時はあるでしょうけれど、血中アルコール濃度0.1%と同程度なんだそうです、これはもう、酩定状態です。人間徹夜をして これまあ逆にまあ先生とかが看護師さんとかが、はい、徹夜して夜勤やってそのまま日勤に入るっていうようなことは同じことだと思うんですけど一晩徹夜するだけで人間の,そのパフォーマンスはガタ落ちになりまして、えー、明定状態と同じぐらいになりますまた1日だけのそういう徹夜とかではなくて 睡眠不採といいう言い方がありますカップルではなくって、えー、デッドですね、はい、あの借金、えー、寝てないということの借金がどんどんたまっていくという日々の睡眠不足の積み重ねでも同じようなことになります一日4時間の睡眠を45日続けたり一日6時間の睡眠を10日間続けたりすると完全な鉄や貫徹をしたのと同じぐらいまでパフォーマンスは落ちるそうでございます 昨日実は、早めに寝まして、早く目が覚めたんですね。起きた時にまだ9時15分で、えまだ日付変わってへんのと思って、そこで、一旦中途覚醒してしまいました。そこで、近藤克重さんの不法に触れたので、そこからもう、目が冴えてしまって、寝られなくなって、1時ぐらいになって、これはもう寝られへんなと思って、 沖縄ででで買ってきたたオオリオンビールを飲んんそっから寝たんですがもう,もう完全にアウトですねもう今 <laughs>、はい、もうアルコールは抜けている、まあ、抜けてるっていうのはまあ別に運転しないから大丈夫ですけどあのそういう意味でのあれは別として、えー、感覚的に別にアルコールは抜けてるんですけど酔っ払ってはいないんですが、えー、こういう睡眠の仕方をしていると完全に酩酊状態と同じようなもんなんだそうでございます。 どうぞしっかり皆さん寝ましょう。まあ、いずれ永眠する時が来るのですが、永眠は別として、うん、はい、日々の睡眠をしっかりとりましょうというお話。もう一つ、健康のお話。7時33分になりました。えー、っと、山本岳さんという役者さん。 もう87歳になられます「白い巨頭」など渋い演技ですよねかっこよかったですね男の子であった僕から見てもかっこいい人やなと思ってました山本岳さんおととし軽度認知症と診断されましたで認知症の権威である浅田隆先生と対談してもらいましたと現代ビジネスが特集記事を載せているんですね でまあ、認知症の人、まああ、周りにいらっしゃる方、多いでしょう、5人に1人とかっていうふうに言いますけど、まあ、自分の身の回りで言うと、それはね、大抵て、えー、小森さん、あなたの身の回りには認知症の人がいないんですかとか,なんか書き込まれて、ね、失礼な人やなと思いましたけれども、えー、それはい,いるでしょうと、じじい、なんであんたの質問に答えなんかあかんねんと思いますが。 えー、まさにカスタマーハラスメントだと思いますけども山本岳さんおととし軽い認知症軽度認知障害というふうに診断されました原子が見えたんだそうですえ1937年のお生まれであります あの先生のとこ来て「あ山本学さんや」と思って、うん、緊張したそうですけど、うん、白い巨塔にも出てはったんで、えー、先生からも「先生」と見られることがあるっての,そ,のそんな話から始まりましてあのちゃんとコミュニケーション取れてるんですよコミュニケーション取れてて壁に迷路みたいな図形とか幾何学模様が見えてしまって触ってみるとそこには何もないとあれと思って。 で実は山本岳さんお父さんが晩年認知症だったそうで、まあ、その対応をするためにいろいろと認知症の勉強もしてはりました。なのであこういう幻原始見えるっていうことは自分はそうなんちゃうかなというふうに思って で行きましたまあ、思ってたタイプの認知症ではなかったんですがアルツハイマー型認知症の初期であることが分かりましたまだ日常生活には大きな問題がない認知症の予備軍でしょうねと でまあ、87歳男性の平均余命を当然超えているところまで生きてはりますその他の病気のことあるいはもう老化っていうようなことでですね山本岳さんがいつまで元気でいらっしゃるのか分かりませんが認知症的なところでいうと軽度の認知症だから認知症の予備軍のところにいるとで山本さんはまあ山本岳さんは 自分で勉強もしてはったんでまあそれはもうもちろんそ治療法とか薬とかまあいろんなことはあるんでしょうけれど自他渡たしても仕方がないよねと思ってただできることができなくなってセリフ覚えももちろん悪くなっていく読めていた漢字が読めなくなるうこんな漢字を辞書で引くまた,引かまた辞書を引かなあかんうん。 そこでパニックになる人もいて、パニックになると余計できることができなかったりしてしまう。で、もう諦めてしまう。諦めるっていうことでバランスを取ろうとしてしまう。まあいいかもうやめとこうか。浅田先生言ってあります。認知症は怠ける病気とも言われています。結局うまいこといかないんで、いろんなことをする、そのやる気がなくなってしまう。 知,上知症はこの全て知上位に関わる病気知性の面、まあ、記憶力の低下とかっていうところばかりがスポット当たってしまいますけれども意欲とか情熱とかそういったところにも影響を与えているんですと。 でまあ、そこでどうしましょうかという話で山本岳さんがもともとやってはることなんですけれどルールをきっちり決めてあの無意識のうちにやるっていうこと例えばあ歯磨きしましょうとかっていうのはもう無意識レベルで毎日することっていうふうになっているので。 認知症になるとかならへんとかの話じゃなくてあるいはどこに置いてしまったかはわからなくなってしまう何か意味があってこの本の間に挟んどこうと思ったことのその場所を忘れてしまってえ通帳を探すのに半日一日かかってしまうそれでイライラしてしまうっていうことがないようにもう歯磨きをするようにもうこのものはここに置く家帰ってきたら 必ずこうしてこうするっていうその習慣をちゃんと作っておきましょうということをこの記事では言ってあります。認知症だったと分かったからこそ基本を大事にすることをやってますと。習慣づけということです。うん いや認知症の予防とかっていう、なんかそんな理屈を言われると、また反発したりもするんですが、もう条件反射で、もう無条件反射でやるようなことをちゃんとしておきましょうと、僕できないんですけどね、もうこ,ここのこの片付いてなささを見ると分かるんですけど、そういうきっちりとしたことが僕にはできないんで、本当に認知症になるったときにどうしようかなと思うんですが。 週刊現代にこういったた記事が出ておりました皆さんの周りにも親御さんとかで認知症の問題を抱えていらっしゃる方あるでしょうし自分らも年取っていきますと、えー、まあこれがそれが認知症と診断されるのかどうか分かんないですけども、えー、自分の中でできひんことが増えてきたなとかいろんなことがあろうかと思いますけれども一つの対応策としてやるべきことをもう無意識のうちに無条件で やるっていうその習慣をつけておくことが、まあ、一つの対応策になるんだというお話でございました。以上、えー、健康川柳から引っ張ってくるのはちょっと無理があったかもしれませんが健康に関わる3つの話題をいたしまして、えー、近藤さん近藤勝茂さんの亡くなったことに対するデイリーでやっている私からの お礼の気持ちにさせてもらいたいなというふうに思っております。本日もスロバキアワインのマイティーワインの提供でお送りをしてまいりました。通販もやってありますんで、スロバキアワイン、はい、ほどほどの感じで、えー、美味しく、そしてコストパフォーマンスがいいのでね、ぜひ楽しんでみてくださいませ。5月12日の日曜日、今日この後。 8時にはお迎えが来ますのでここを撤収して荷物を全部詰めまして YouTube 配信セットを持ってスマデ寺へ参りますのでぜひ皆さんお天気心配ですけれども夕方遅くならないとまだ大丈夫だと思いますのでちょっと早めの時間に来ていただきましてコモさんに会いに来てくださいそんなスマデ寺まで行かれへんわという方 えどうぞ YouTube で配信をいたしますのでおばあちゃんと話そうおじいちゃんと話そうをやりますのでぜひ楽しんでくださいませではまた明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょう本日も早朝からご覧いただきまして誠にありがとうございましたではまた明日インジャンですまた明日インジャンチョキーでは須磨寺へ行ってまいります